葉っぱ落ちちゃって。渡辺さんも結構山好きだから、うん、こういうの好きだよね。ここが治ってます。どこまで治ったんだ。え、でも全然いいっすね。ここは、うん、全然違いますね。でかいよ。でかいね、これでかいよ。天国だよね。あのねボコボコさ影をつけるから。ここは環境省の持ち物の管理してるとこなんだけど、もうちょっと来年も YouTube 頑張ってまたここを伸ばしてもらって。環境省あるよ。いやガッツリ押してますよ、ね、そりゃ。めちゃめちゃガッツリ押した。それはめちゃめちゃガッツリ押してください。このハンコは。消すで歩くにの歩くのマークをマーク全部ここに全部やからじゃん。全部俺らの手柄になって。俺らの手柄にこの先の目的は別にないんで。そうだね。それ押すだけでね。やるだけで。でも来年はいろいろこう声を上げてこっから直してもらいましょう。でも結構違うね、さっきの道は。全然違うよ。違う。できないですね。ここででもリアル10回は今シーズンね、捻挫してもおかしくなかった時はあった。おばさんもこれでね。そう、おばさん。で足首持ってかれて。そう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 。腰ぶっ飛んで。叫んでたから。おばさんの叫び声を本当にやって響いたっていう。おだましたという面接の。なんだっけ、オーマイガーって言ったの。お前が外人でもあの時ぐらいですよ、まあでもね、ここで倒されたらちょっと悔しいですよ。悔しいね、あともうちょっとなのに。ここは悪いね。でも逆に俺らのこういう靴の方がさ、お客さんのあの硬いトレッキングシューズとかよりさ、なんかどうなんだろう。いい気がするけど俺は。どういうこと？トレッキングシューズとか硬いからさ。持ってかれたら全体で持ってかれるよね。持ってかれるじゃないか。それこそ靴ごとっていうかさ。うん、わ、めっちゃわかるわ。グニってめり込むからさ。そうだね。その分足がこうなんかちょっと縦横になってても、そのまんまいけちゃったりするけど。お客さんの方がね。だからお客さんがトレッキングシューズで80キロショット歩いたら無理だったもん。絶対倒れるね。うん、この穴とかね。少しでもこうやって置いたらこうグネってなるからね。あ、大坊さんが破壊した。目標があった。踏み抜くよね。踏み抜きますよ。これやっぱり弱いから。シーソーみたいになっちゃうから。しかも別に僕その時だって無理に歩くだけで普通に歩いてる。いやーな、あと何だろうね、どれくらいなんだろう。1000万円くらいはないと治んないっすね。え、どっからどこまで治すの、とりあえず。あ、俺たちが治すのは大清水です。大清水か。大清水っていうか一ノ瀬から三瓶峠、三瓶峠から小瀬沼山荘。ああ、ありがたいですね。あれだけでも違うよね。でもね、うんうん、でもだいぶ治ってたよ。そうそう、だいぶ治ってる。あ、だからでも前後でしょ、峠の前後。はい、あの下りか。治したところもあるし、うんうん、でも結構これテクニカルなんですよ、うん、直す気持ちがやっぱり群馬県さんにはあったから俺らの寄付も通るっていう感じで。そうそう、だって群馬県は結構あの頭もそうだけど、まあね、ひどさもそうだけどいっぱいいるしね。そうだ、去年か今年しかこの多分寄付って多分できないんですよ、そこの場所に対して。そうなんだ。そうなんですよ。そう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 、だから YouTube もこのタイミングだったし、あの全て5年前からこれは動いてます。この YouTube とクラウドファンディング計画というのは5年前から俺は指導してました。はい、みんな信じてくれないけど、本
当に来てましたよ。いや俺も7年目ですよ。北海道いたけどね、これちょっとイメージしてた、うん、イメージしてた、北海道でイメージしてた、うん、やっぱ5年前から見せてよ俺も見せた、木道のためにクラウドファンディングをつって、そうで去年はまあしょえなかったから、うん、まあ、去年今年はしょえるから、うん、しょえるしなんかカメラとかもちょっと持って、はいはいはい、撮る余裕があるからっていうのも全部見越しての、うん、あのここに合わせてた。なるほど。だから今回ミッションクリアしたから俺はやめる。なるほどね。どんな救世主？いや俺はもう見えてたよ。めちゃめちゃ救世主じゃん。もうやっぱ長い目で見ていかないと。とか言っといて去年の。今頃ケントライにやるの、うん、やらないかもしれないです。うん、まあそれも含めてね。それもどういうことだよ。何が含まれてんだよ。全てはあの計算通り。なるほど、うん、そうやっぱり考えてやっていかないとね、うん、考えてやってきますよね、やっぱね、うん、考えてきますよ。これはもうね、近づいてきました。八代小山ももういそうっす、今日昼くらいです、下がるの。はい、またそう、まあ、第2もまだいいかな。あ、第2もやる。てか、おぜご屋さんはもう終わったのか。いや、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 あ、大丈夫、工藤さんもこれ見てるから。そう。そう。工藤さん、ありがとうございました。工藤さん、ありがとうございました。おぜご屋さんに、まずは。おぜご屋さん、やっとさん、見てますか。見てます。そしたね。ありがとうございました。 T シャツ本当こんなやつらのためにね、 本当ですよ。あ、みんなこっち行ける。なちで、お、なんか変なやつらが歩いてます。変なやつらがめっちゃいいけどね、なんかめっちゃいいよ、なんかビートルズ、あ、あのなんだっけ、わかるわかるわかる、イエーイ。ガチャンあれだって、尾瀬ヶ原は最後だって、今日。あ、原っぱ？そう、原っぱは最後でしょ？3日って。確かに。そう、だから原っぱ最後なんですよ、ガチャン。最後ないな。だからもう最後だなって思いながら歩いてないんですね、今日は。最後の締めお願いしますよ。いやしろお、コウヘイさんいるよ。おばさんは今日初めてお手に来たみたいな感想しか言わないね。はい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 、ここでタダさんたちが、はい、あの計画を準備してたんです。確かにやつだ。懐かしい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あれ、もうみんな下がる準備したんですか。うん、ちょっと2便に分かれて、11時と12時で。なるほど。ケンは置いていていいんだ。あ、ケンは置いていていいんだ。あ、ケンは来た。見守りしてもらったから。ケンちょっと。ケンゴはずっといていいってよ。ケンはなんか帰れないらしいですよ。帰るわ。うん、帰るわ。何してたの。
あ、もうインパクトも打てるようになったんだ。撮影許可がいる。うるせえな。そうなの。事務所。あ、調子乗ってるわ。カメラマンになったからって。これがマサトの弟ケンゴです。一言お願いします。大勢みんな来てください。それしかないよな。ケンゴです。あ、ケンゴとケンゾって何歳？ケンゴ何歳？同い年。27。同い年なんだ。ケンゴよろしく。ケンゾです。しかもマサトが家で会いたいときも俺勝手に侵入して、あ、あのパソコンのとき、あ、あの時ケンゴいやんだ。ちょうど朝起きて。おはようございます。お供でーす。これ渡辺さんの川沿い歩く2という屋号で、はい、やってます。あ、1個もらったの。あれ、なんかもらった。なんかやったっけ、鈴じゃなくて、いや、輪っかのボタンがついてる。なんかつ、じゃあ鈴のやつだ。鈴のやつか。あ、鈴はついてないけど、多分何かキーとか、これしょ？鈴のないバージョン。はい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 。鈴のない。原型ですね。鈴のないバージョン。そうですか。サンプルを健吾にあげたかもしれない。そうなんだ。使ってください。鈴がないんだ。そう、この鈴がないバージョン。なんか鍵とかつけたりね、小物つけたりとかして、いいと思うんで。で、健吾は何時に帰ってくるの？もう帰る。11時。あ、11時便で帰るんだ。あ、じゃあもう、で、ケンゴ、あれでしょ、今日お母がお仕事終わったらすぐに帰るんでしょ。うん、え、また来るの、八代小屋。まあ、仕事があればなかったら来る。ケンゴはヘルプで来るだけです。ケンゴはヘルプだけです。ケンゾは結構しょうの。え、結構しょうの。やる分しかしょうがないよ。まあ、30分、なければ30ぐらいにしたけど、それでいいんじゃないかな。それでいい。じゃあ、それで。さあ、ちょっと、じゃあ、ちょっと、まあ、荷物準備して、うん、ちょっとゆっくりして。ゆっくりして。OK です。ビールもらって。ビール、またビールの、どこでもビールもらうやん。うわー、いただきまーす。舞茸、はい、イワナの味噌。なんですか、それは。お蔵屋さんです。食べてみましょうよ。はい、日の江又小屋のカルチャーが詰め込まれた。お蔵屋さんよ。日の江又小屋はいらないよ。日の江又村だね。そう、俺もね、わかる。俺も日の江又村とか、日の江又小屋とか間違いないで。しかも日の江又の片品だからね。村のカルチャーが入った日内小屋の。そうだね。おにぎりや。舞茸です。おお、舞茸と下にイワナが入ってるのかな。本当。なんか昆布も入ってるよ。ありがたいね。日の江又小屋って言ったら群馬のカルチャーになっちゃう。確かに日の江又小屋さんは群馬県の人で、日の江又村は日の江又なんですよね、福島の人。そうそうそう。ややこしいです。テクニカルです、うん、もしあれだったら梅干しのないやつ。あ、はい、そんなにありがとうございます。ありがとうございます。あ、これじゃ今日の、うん、あ、ありがとうございます。みんなで、じゃあ僕といいマサトで、はい、わかるんで。ケンゾ今日最後なんで、もう来年いないんで。ケンゾはじゃあ全部俺じゃないけど。どちらかといえば確かにケンゾくんにね、選別として。そう、関係ない。重さがそんなのないから、別に下にも上にも関係ない。いけないな。いけるな。あれ、渡辺さん、ちょっとは考えてます。ちょっとは考えたバランス。24キロ。私も一応考えてますよ。考えてますか。わざとはあれだったら右側とかに重たいのやってくるから。そうですね、そういういじりがあってもブーブー言いながら帰るし。俺と健三が31キロ、渡辺さん24キロ。最低やん。カツアゲやん。多分気持ち少ないっていう。カツアゲですよ、これは。リーダーの特権で。リーダーの特権。今更なんかね、リーダー感出されたっすね、なんかね。大場さんとガッチャンももらってます、コーヒーとおにぎり。ありがたいです。しょうがねえ、あいつらにも分けてやるかな。
ガッチャンとおばさん食べたいですか、おにぎり。食べたいですか。めっちゃうまいっす。でも俺たち全然あと本年度はどうもお世話になりました。いえいえ、ありがとうございます。お願いします。おばさんは、はい、来年いますので、おばさんはそう、パンもあります。あ、パンも、はい、ありがとうございます。ちょっとおにぎり1個ずつしなきゃ。嬉しいですよね。うまいですか。よかったっす。なんか具が違う。そう、いろいろ具が違います。じゃあ締めはサンダルじゃないの。こんな風に誰がサンダル履くんですか。いや思ったんですよ、思ったんですよ。それサンダルかなと思ったら今日サンダルだったよね。今日サンダルだったよね。今日サンダルでも歩けたよね。しかもガッツリスパイク入ってたわ。そうだ、渋酸素でまたスパイクを持ってかなきゃいけないんだ。じゃあ忘れないようにね。結構忘れちゃうから。忘れちゃいますよね。もう普通に今11時45分で出発だいたい多分12時なんですよ。ここそしたらカモシカ閉まってるんですよ。だから違うところ行けるなら行けるかって感じです。いいですか、もし違うところでも。似合うなおばさん、おにぎりが。もう食った、もう食った、もう食ったよ。口パンパンで。口パンパンですよ、おばさん。あそこの冷凍庫ですよね。なんかシャコのって。昆布うまね、昆布うまくないですか、それ。超うまいんすよ。もちろんじゃ、昆布じゃなくて、あ、違うの。キクラゲ。あ、キクラゲなの。え、俺昆布かと思ってたね。ね、昆布かと思ったよね。あれ、ほばっちゃって。ここぞとばかりにね、みんなが。おばさんだって2口くらいでおにぎり終わってます。そうそうそう。もうおにぎりのほっぺになってましたもん、だって。ありがとうございます。おばさん食べるの早かったもんね。早いっすよね、今年は。またお、ほんとだ、ここも綺麗になってるじゃん。さようなら。お疲れ様でした。ここも綺麗になってるぞ。あ、やばい、重たい。さあ、ボッカ始まりました。グッドモーニング。おはようございます。おはようございます。今シーズンも始まりました。体作りからやっていきましょう。今年も来ちゃったな。今年も来ちゃったね。出戻りだ。日打ち小屋さんには挨拶できて、八代小屋さんにも。うん、小屋さんには行っちゃう。ないっか。うん、いっか。建造行った方がいいでしょ。あ、七かまどが。すごい。ブチブチです。綺麗だな、これ。ガチャン、結構しょってんじゃん。はい、こっからみんな喋んなくなりますね。みんなこっから喋んなくなっちゃうから喋ってください。今日は お手川さんもしっかりと買い始めしちゃって、燃やしていいのかな。もうオーマイガンなるだろうね。お疲れ様です。今年もお世話になりました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。あれ、おばさんは？
やばい、これふくらはぎ筋肉痛になるかも。なんないかな。今12時ですけど、何時くらいに鳩町到着予定ですか。2時にはなりますよ、絶対。3時、いつも通りですね。いや、ホームテイとカモ食ホームテイの最近やってんの。やっ、あ、やってないの。アンジャンジャンやっても決まってない。なんだ、じゃあ今日カモシカも行けません。わ、超綺麗じゃん。え、なんかやっぱり帰りの方が綺麗だ、光ってる。光の加減です、これは完全に。いや、ボッカさんが前に言うと本当に山が見えねえな。あ、またなんだっけ、あのビートルズのあれやろうかな。じゃあディレクター萩原マスとか指示しますね。下向いてる。下向いてる。あ、おばさん来てるかな。ちょっと左行く、右行く、どっち行く。じゃあ真ん中行ってください。おばさんじゃなくて、松尾さん。ちょっと待って、おばさんたちいるかな。います、おばさん。あ、来て来て。みんなのちょいのスタイルが分かる、これで。あ、おばさん遠いよ。おばさんいないよ。言ったよそれ、息で言ったよもうそれ。はい、大場さん自分の世界入ってます。こちらもなんかちょっと重たって思いませんでした。ちゃんと重い、ちゃんと重いっすよ。ちゃんと重たいね。もう休みますか。言って渡辺さん24キロだからね。ガッチャンとおばさんは 44.5 キロ、俺とケンゾは31キロ、渡辺さんは24キロ。そうっすね。健三も最後のお手がかりのボッカだから、一人で結構考えながらしょやっていいんじゃない。ねえ、そうっすね、やっぱ40以上あると重たいっすね。はい、荷物を背負ったらもうペースは各々です。24と31の差はすごいですよ。そう、はい、まあ、ガッチャンとおばさんにいたっては渡辺さんの半分以上。半分か、半分くらい。じゃあ鳩町の売店がやってればカモシカやってないから、鳩町の売店でラーメンでも食えたら食うかっていう感じで行きますか。竜宮で一回休憩しました。でも竜宮で一回休憩挟んで、途中で休んでるかな。ガッチャン六兵衛のところで一回休憩してそうだな。まあ SK をやってるでしょうね。そうだね。はい。スタンディング。
ガッチャン本気やん。ガッチャン本気やん。本気やんね。すごい木道綺麗なとこだけすげえ。わかる。いや結構もう暑いっすよ。絶対これ山の花のから鳩町のあの登り道汗かくよ。空気冷たい。ほらなんか木道が足りないところだけすごいすごいね色が。ええじゃないかええじゃないか。味は全くないけどね。はい、しかも4本木道だしまた確かに、またえぐれちゃうから。同じ道なんでまた4本にしたんだろうな。意味わかんないけど、その3本だったり4本だったりね、2本だったりって思うね。木のあれか、木の細いのか。そこら辺関係者に説明してもらえますか。荒松の多分だから元の木が細いのかね。まあそうでしょうね。でこっちの方が安く作れるんだったら、ね、安くとかなるかもしれないし、まあ値段は違うでしょうね。その代わりだからでも最ね対応年数少ないと、はい、ね、これ4本だけどここは2本、そうそうでこっから4本また、ね、幅だけ変わんないっていうのもそのおかしいんだよね。えこの幅も多分ルールあるんでしょうね。だから誰が最初にこれ決めたんだろうと思ってる。最初にほら前にブローンと転がした木道なんか別にみんな幅待ちました。あそうね、誰がこれにしたんだろう。これはもうねあと2本ぐらいのあの太い幅広い方が、はい、絶対歩きやすいですよね。お客さんの怪我も減ると。怪我も減る、絶対減る。こういうところのあれが確かにそこら辺のルールあるのかな、ね、あの環境省の方コメントください。決まってるんですか、誰が決めたんだか決めた基準も知りたいけど、ね、確かにないんだよ、ね、まあ国立公園それぞれ、うん、多分ルール違うからな、決めた理由で、ね、決めましたって多分言うんだろう、ね、なんか俺の感覚ですけど俺の意見ですけど、うん、この真ん中、うん、を埋めてくれたら一枚の、ああせめてね、はい、そう言ってもいい。そうすればなんかこう抜く抜かないとか、うん、あれもないしね、なんか簡単にできそうなんですよね。その渋滞があっても真ん中はちょっとぼっかさん通るんで、まあ、みんなが端っこに避けられるじゃないですか。まああくまでもこの意見はぼっかさん意見ですね。だから幅広いと今度並んで横並びで、はいはい、だら歩くからとかいろいろ考えるけど、はいはい、いやでもそれでもいいんじゃないかな。別にすいませんせ、はい、先生いいんでしょ。でも実際変わんないんですよ。気づかない人はさ、あ俺らがさ変わんないか、変わりますよとか後ろから行ってますとか、うん、言われてね、おーって大人数するからさ、はいはいはい、こう一緒になったところでそのそれは変わんないんじゃない、変わんないか。じゃあやっぱり幅広くショットして、うん、でもその方が抜きやすくもなるし、そうですよね、安全性は高まんじゃん、はい、なんか落としたりってあれもなくなるし、幅広はいい。まあでももうなんだろう、幅広げるって言ったら相当な金かかりますね。また結局そういうことだよね、うん、そういうことだよね。だから直すところをそうやってだんだん直していけば、うん、だんだん変わっていくよね。40年後、40年後はぼっかさんも歩けるように気持ちよく快適に歩けるように。40年後
せてもドローンでしょ。まあ、やっぱり？こんな下地で処理するドローンの話、飛ばせるドローン。そうですよね。それかドローンじゃない新しいロボットが出るかもしれないですよね。でこの YouTube 見てる人でドローンに詳しい人とかが多分狙いに来るんでしょ。狙いに来て。ここは俺たちの出番だ。なのかなっていう。まあ、それまで山がどうなってたか。確かに。どういう感じで山がやるのか。ヘリ自体がだから山小屋減ってるから、まあお客さんとかまあ荷物の量がないからって。あれヘリって毎年単価変わるんですか。いやーよくわかんない。なんかよくわかんなくないですか、話聞いてると。ヘリの方でだからあれなんでしょう、だから回数とか行ってくるっぽいよね。はいはいはい。回数だとそのなんだっけな、前は下げ荷がタダだったんですよね。そうですよね。下げ荷こんだけ出してくれてればみたいな。だけど最近はね下げも取るからみたいな。そうですよね。ヘリは単純に仕事があればするんだけど、はいはいはい、今回のこの下げにも本当はなかったと今まで。そうですね。あの20日前後にヘリが絶対飛んでそれで下げて、回数そうそう回数減らされちゃったし、はい、温泉小屋さんとかは今週も行ったので今年行ったけど、結局ヘリに合わせると揚げも上山も下山も上がっちゃう。なるほど、そういうのがあるのか。バイクとかあんまいないとか言うし、まあ、人材不足、木道だって、ね、直す人減ってますからね、結局ね、やらないんじゃねえか。人材不足ですよ、この業界も。ねえ、山小屋もなんかなんかね、俺も7年前行った時はなんか僕がやらせてくださいみたいな感じで、僕が体験とか従業員の子たちが結構集まったけど、最近はそういうのも減ってきてますからね。若い従業員はまあもともと少ないんだろうけど、なぜじゃないんだろうなって。やっぱり北とか地球に行っちゃうか、単純に一緒に作るかなって。はい。はい。会社の声は特にそうだけど、うん、一回リタイアしてね。そうっすよね。ちょっとやってたら、高齢化が。そっか。従業員の子でも、その若いアルバイトの子が、っていうのが結構減ってるってことか。減ってるよね。みんな北アルプスに行ってるっていう。ああ。だから尾瀬の山小屋の従業員もなんか楽しく働けて尾瀬が好きになるような感じだったらいいですけどね。そこだからさ、山好きだとやっぱ地形に行くよね。そうですね。山好きな若い子はやっぱりアルプス系行きますよ。こっちはねそこまで山じゃないから。ちょっと違う、雰囲気違うし。全然違いますね。はい。でも山小屋一回働いてみたいって思ってる子が大勢で、ちょっと働くでもいいかもしれないけど。まあ大勢お風呂入れるし、そうで電波もつながるしっていう、ちょっとねがっつり山小屋生活とは違うじゃないですか。系で良ければいいんだけれども、うん、難しいよ。なんか逆にガッツリ系のがなんか多いのかもしれないけど、ね、そうですね、極端ですけど、そう、せっかく山に行くんだったらっていう。はい、まあ、多分ね、俺はね、水泳の植物が好きな子はそうですね、植物とか、そう花鳥好きとかいう子がね。そう、あそうだけど、よいしょ、ね、俺もちょっとダウンパンツ脱ぎます。じゃあ来てます。お、ガチャにしてます。大場さんははるか遠くですね。あくまでもマイペース。大場さん
ちょっと休憩しません。休憩します。岩井さん待ってっかな。暑すぎるわ。暑すぎません？これ山の花から鳩町山荘絶対汗かくよ。渡辺さんはそんなんじゃ汗かかないだろうって言ってたよ。言っててくださいよ、ガッちゃん。俺の半分やろ。俺の半分やろって。今まで溜まってたもの、今だったら吐き出せますよ、ガッちゃん。溜まって溜まってあれ、どこで休憩するんだろう、みんな。竜宮小屋かな。立てかけますよね。うん、暑いし、ちょっと上の天井は危ねえ。落ち葉で分かんなかった道が、うん、跳馬が暑い。まあ、でも脱げばな。おばさん今橋渡りますね。五十嵐さん、こいつ何ですか。あ、本当だ。あれ遅いんだね、今なんだあれ。11時？ 12時？でも12時か。へー。